ばんはか。ちょっといきなりインスタライブ始めてみた。こんばんは。お久しぶりです皆さん。やっほー。元気。何してましたか。痩せてないよ。こんばんは。ご飯食べてないですまだ。後で今日はね、ご飯自分で作る。さっきさ、インスタライブ始めようとして、あ、インスタライブしようと思って、今日レッスンやって、終わって、帰ってきて、充血してないよ。で、インスタライブ始めようと思って、めっちゃ緊張してできひんかと思ったけど。だから今やっと、もうポンってボタン押した。何作るの？今日は、鍋します、一人で。おうち、ちょっと携帯置きたいな。おうちです。イカゲーム見た。ケイコン見てからヒューガくん好きになりました。ありがとう、ありがとう。携帯持っとこう。結婚ありがとうございます、見てくださって。今日は何の鍋にしよう。眉毛ね、こんないでずっと。結婚楽しかったね。大阪行きたかったね。大阪のフェス、今日なんか顔違う。なんでやろう。こっちの二人ちょっと調子悪いかも。今日こっちがちょっと調子悪いかも。またしばらく黒髪かな。あ、わかった。二重絶対調子悪い。ちょっと待って。絶対二重が調子悪い。ちょっと待ってな。眠そう。眠くないねんな。こっちの二重が絶対今日調子悪い。ちょっと待って。マジでさ、なんか寝すぎたりしたらさ、二重の調子がめちゃくちゃ悪くなるねんな。良くなったかな。確かに今日なんかこっちの目おかしいかも。まあいいや、そういう日っていうことで。
11月のライブ当たった、楽しみにしてます楽しみにしてます。お久しぶりです。結婚ピアスは今なんか開いてたっけな、忘れた。最近なんかつけたりつけてなかったり。夜ご飯まだ。よいしょ。痩せたってめっちゃコメントくるけど全然痩せてない。もはやなんか傾向終わってめっちゃ。もう最近ね暴飲暴食してご飯食べ過ぎてやばい。結婚行きました、かっこよかった、ありがとう。11月どっちも当たった。昨日てかさ、なんか最近自炊すること多いねんけど、昨日も鍋食べて、昨日も鍋食べた気がする。結婚で初めて見ました、ありがとうございます。結婚見てフォローしてくださったんですかね、嬉しい。結婚楽しかった。結婚でたくみくんと会いましたか、あったよ。けどその後にも、結婚終わってからも仕事じゃなくて普通に会った。楽しかった。横浜で何も食べてない。パーカー、部屋着、ちょっと寒かったからパーカーにした。結婚で一目惚れした、ありがとう。なんかいっぱい見た。お家です、お肌ツヤツヤ。パーパーラーと最近も話してる。ジンジン今日朝電話した、あの用意してる時に電話かかってきて匠くんと写真撮ったりした。あ、今けど待ち受け匠との写真にしてる。挨拶する時エンジンのおバカ担当って言わないですか言わないです、絶対言わないです。最近見てる韓国ドラマのおすすめはなんかね、結構配信されたらすぐ見るから、この前イカゲーム見て、で、あ、海町ちゃちゃちゃっていうドラマ見てます今。面白い。ワンマン当たったよ、ありがとう。楽しみにしてます、会えるの。ゆうがくんの真似してピンク髪にしたと黒髪にした。稽古2階席のボードも見えた、見えた。なんかな、結構見えた。あのちゃんと2階席にヒューガって書いてるボード見つけたから手振ったそう、めっちゃネットフリックス見ますね。ドラマとか時間帯いつ見る？あ、ドラマはけどね、だいたいなんか夜見ますね結構。それはそうか。なんかだいたいレッスンがあるから、なんか普通にライブとか仕事がない日は基本毎日レッスンがあるから、そのレッスン帰ってきてこの今の時間とかに見ます。だからなんかイカゲーム配信された日に
なんかこれぐらいの時間から見始めて、で何話やったっけ、10話とかちゃうわ、8話とかやんか、10話、だからそれを連続で見てめっちゃ朝方まで見てた。2階席でボードタッキングやってました。あ、じゃあ絶対見た、絶対分かった。前髪切ってない。結婚秘学のボード持ってた、ありがとう。あ、翼なんで顔綺麗なすいませんそんなんいつも言ってくれへんのに。眉毛けど最近さ、ちょっともう一回置くね。最近整えてないからもう生やしっぱなしで濃いな、めっちゃなんか乾いたな。眉毛綺麗です。あ、今日眉毛めっちゃ綺麗、いつも言う。部屋はね結構綺麗にしてる方やと思いますけど、こっちにお花があんねんけどさ、めっちゃ枯れちゃってて、今早く新しいお花にしないと。コメントが止まった。なんでそんな肌が綺麗なんですか。いや、なんかもともと汚いっていうか、汚いじゃないけど、もともと肌荒れしやすいんですよ、皮膚が多分薄くて。でめっちゃくちゃいろんな化粧水とかいろんなスキンケア試して、なんか自分に合うやつっていうか、今もめちゃくちゃ試して、ああれへんやつあるかなと思って、なんかいっぱい試してます。めっちゃけどこの前とかなんかめっちゃニキビできて、昨日もここなんかよくね荒れるんですよ。手見せて。インテリアは、なんか別に決まってない。いろいろ使ってるコスメ教えてくれて嬉しい。めっちゃなんかいっぱい見てくれたみたいで嬉しいです。なんか基本最近さ、コスメをさ、なんか最近ネットショッピングにハマってるというか、何かが別にそんな高額なものじゃなくて、ほんまにめちゃくちゃ安いものなんですけど、何かを買ってなんかそれが家に届くのがすごい、なんかこうレッスン疲れて帰ってきて家になんか届いてるっていうのがなんか幸せで、めっちゃ頼んじゃうんですよ。でちょっと見てほしいのがあって、ちょっと待ってくださいね。でもうついにね、コスメをこういう、いた、こういうケース、こういうケースにめっちゃ入れてます、めっちゃ入れてます。だからなんかこの前の稽古の時とかも
メイクさんいて、メイクさんの横にこの箱ポンって並べて、あの4人メイクさんいるみたいな。なんか収集癖がやばくて、顔1個やのにいっぱい買ってしまうんですよね。結婚の時のリップ美味しいって書いてたけど、どういうこと？美味しいんですよ。めっちゃ美味しいね。なんか味が甘い、なんかフルーツの味でめちゃくちゃ美味しい。ちゃんとけどメイクさんになんかこう、なんかさ、めっちゃこだわり強いから、あのメイクさんと相談しながらやってた。ここのなんか荒れてるとこ隠してもらっていいですか、あとか、なんか髪の毛はけど自分でできひんから全部やってもらいました。してる。アクセサリーはね、なんか普通に衣装とかやったらつけるんですけど、普段はあんまりつけないんで、携帯が普段はあんまりつけないんで、髪色はね変えへんかな。けどこれ今めっちゃ緑なんですよ。緑じゃないわ、青なんですよ。間違えた。最近このこっちだけ流して、こっちなんかなんかビョンってやんのにめっちゃハマってます。いい香水ありますか。あ、めっちゃおすすめの香水があって、最近買ったやつ、こっちにあった、これ、この読み方わからん、バレート、めっちゃこれ甘くてめっちゃ好き。髪質全然良くないからめっちゃトリートメント通ってます。これ結構なんかいい匂いの香水ないかなと思って、めっちゃ匂い好きなんで調べてたら、韓国の俳優さんがめっちゃ使ってるって。これ最近しかも匠と遊んだ時にめっちゃいい匂いって言ってた。これ買おうかなって言ってた。パーカー何にも何着持ってるの。ああ今日確かに冬はめっちゃパーカー好きやから、パーカーいっぱいある。ヘアオイルはね、あの朝はつけへんくて、夜ドライヤー乾かすの前につけてます。耳うっそ、どういうこと。あと最近なんか商品紹介みたいになるからやめよう。最近めっちゃさ、ネットショッピングするからほんまに、もういろんなものをおすすめしたい。あ、最近もういいや、最近あの AirPods これにした、充電し中今。
なんかノイズなんとかになるやつ。あと最近買ったおすすめの櫛、なんか仮眠質が良くなるって聞いたからこれ買った。シルバーピアスはシルバー多めですか？ピアスはシルバーが多い。てかアクセサリー類がシルバーが多い基本的に。これめっちゃこうやってこうやってやってる。ピアスは小学5年生の時に開けた。あ、持ってるんや。ダングルティーザーっていうんや、これほんまや、書いてるわ。ライブ当たったよ、楽しみ。ゆうかくん、こっち見て。こんばんは。あっぶんな。今さ、キャンドル炊いてんねんけど、ここにキャンドルに髪の毛入った。どうしよう、キャンドルに髪の毛が入っちゃった。しかもめっちゃあの服つきそうになった。キャンドルにさ、わかるかな、キャンドルに髪の毛が入ってしまった。どうしよう、ちょっとなんかで撮っていいかな。ピンセット、ピンセット、ピンセット。ああ、ちょっと待って、怖い。あー、えぐれた。キャンドルが今日初めて使うのに。まあいいや。大丈夫です、無事。ドリンク、まだ入ってるわ。ちょっと待って、いけた。大丈夫、大丈夫です。ノーマルやば。確かにインスタライブってノーマルカメラしかないからめっちゃ困るね。口にキャンドルついてない、ついてないかも。ライブしてくれてありがとう。いえ、見てくれてありがとうございます。インスタライブしようと思っててずっと忘れてた。インスタライブって逆にフィルターあるんですか？これなんか変な顔になるやつしかない。あの面白い、なんかさ、あのよくあるやん、なんか顔がなんか目が飛び出たりするみたいな。
ェイスライン綺麗すぎる。全然もう毎日毎日やのってやってます。インスタやる前に検索すれば可愛いやつゲットできる。耳確かにいつも赤いよな。携帯元じゃーん。結婚でエンジンさん初めて、結婚でエンジンさんして今日ショーケーなんですけど、イケメンすぎてびっくりしてます。ありがとうありがとう。いやマジで努力してって尊敬する。ありがとうございます。今日は床に寝てない。今日は床に寝てない。コメントめっちゃ見てたらめっちゃ画面に顔近くなってた。インスタライブ嬉しい。エンジンで一番好きな曲ありますか？どれもいいけど、トレジャー、最近一番最近の曲かな。口になんかついてるかも。なんかついてるね。チャーネル皮めくれてますね。なんかついてるんじゃなくて、いや、プリクラですかってくらい高級ですぎます。今日さ、なんかプリクラとか撮ったらなんかコンプレックスじゃないけど、なんかめちゃくちゃそのなんていうの、加工顔、加工、あのアプリとか使ったらめっちゃめっちゃあの人間味が消えるから、プリクラも最近は撮ってないんですけど、あんまり最近はもう好きじゃない。プリクラにちょっと抵抗が、ギャルやのに乾燥してるの。何の曲が流れてるの？あ、でも適当に流してる曲が流れてます。あのハイライト、まつげめちゃくちゃ長くないですか？長くない、長くないことはないけど、なそんなに長くないと思う。フィーモっていう写真アプリ、なんやそれ。あ、あ、いや、結婚オフライン、オフラインなんだけど本当にかっこよかった。ありがとう。携帯分かっていてもの OST 留学の影響でめっちゃ聞いてます。わかる、めっちゃ聞いてます。
メイクしたことないんですけど、初心者におすすめのコスメありますか？なんかおすすめはいっぱいあります。なんかでね、なんかさ、ほんまはなんか動画とか撮って紹介したいんですけど、なんかカメラとかないから、まあいつか。あ、最近あれ何やったっけ、あ、何言おうとしたか忘れた。あざとい担当さんなのであざとい顔してください。なんか言われるとできひんのよな。なんか僕はなんかさ、稽古の時も自己紹介で言ったけど、なんか別にその自分ではほんまに思ってなくて、ちょっとあのネタで言っただけなんで。インスタライブ、あ、けどもうちょっとだけで終わります。もうちょっとで終わります。なんかあざといんじゃなくて、なんかシンプルにあの末っ子なんですよ。だから末っ子っぽい、末っ子なんですよ。だから小杉に、あ、寮のお家やで、お家。ご飯後で作ります。手振って、手の振り方ってこれじゃない普通に。一人っ子じゃないよ。インスタライブ終わったら、ご飯作って食べる。あ、日に日にかっこよくなってる。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。多分何も変わんないんですけど、何も変わんないんですけど、そうやって言ってくれるのは嬉しいです。ご飯いっぱい食べてるよ。ね、耳さ結構いつも赤いよな。なんか多分ここに熱がいくから耳が赤い。確かに確かに確かに。ロック画面開くにしました。おお、携帯開くたびに幸せですね。ゆうがくんの笑顔、この夜で一番暑すぎる。一番暑すぎるじゃない、一番すぎる。どういうこと、この夜で一番すぎるってどういうこと。痩せてないですよ多分、分からへんけど、毎日レッスンしてるからちょっとは痩せてるのかもしれへんけど、いっぱい食べてるから多分痩せてないかな。なんか落ちてる。自分に誕生日プレゼント、9月はいっぱいあのコスメとか服とかいっぱい買った。だから10月はちょっと我慢します。口角最大級に上げてください。わからん。あ、タイガ誕生日プレゼント何がいい。どうしようかな。ちょっと真剣に考えてます今。ちょっとまた考えときます。
確かに、リオの誕生日プレゼントもらってないんじゃん。あ、けど欲しいものいっぱいあるけど、分からん、なんかいっぱいありすぎて分からん。けどいいよ、欲しいものはメンバーにはねだらない。誕生日ケーキ、ホワイト。涙袋なんでそんなぷっくりなの？なんか結構疲れてるときは涙袋がぷっくりします。今は疲れてないですよ、全然。なんやろう、けどなんかいつも友達に誕生日プレゼント何欲しいって言われたら、なんか身につけれるものっていうかも。あ、けど最近はあの身につけれるものか、なんか家で使えるものっていう、家なんかおしゃれ、家におしゃれな、家に置いてたらおしゃれなものみたいな。あ、なんか誕生日にみんながケーキ作ってくれてたの見ましたよ、全部。可愛かった、なんかおしゃれって思った。今年中に挑戦したいことは、何やろ、あんまり考えたことないかも。あ、なんか最近結婚終わってから、あのなんかアカウント、ツイッターかな、あのアカウント、アカウント、なんか専用アカみたいな、あの作ってくださってる人結構増えてて嬉しいです。なんか見てしまう、いつも。ごめんなさい、言わない、こんなん言わんとか。コスメプロデュースしたいね、なんかしたいけどもっと頑張らないとって思う。だからいっぱいあのメイク系のツイートとかしたときはいっぱいリツイートして、いっぱい広めてください。なんか前も言ったかもしれへんけど、結構あのこう応援してくれてる人の見るんですよ。あ、みんな今日何してんのかなとか。なんか例えばなんか情報出た時に、あ、どういう反応してくれてんのかなっていうのをめっちゃ見るんです。なんかそれ嬉しいやん。なんか毎日の楽しみ。ゆうがくんに一目惚れした日にすぐ線を描くと、ありがとう。ぜひあのいきなりいなくならないでくださいね。そうね、10月と11月東京でワンマンライブあるので来てください。待ってます皆さん。
なんか結構みんな見てると思うよ、分からへんけど。なんか気になる。自分は結構見ますね。なんかそれが結構モチベーションとかになるんで。インスタライブはアーカイブに残さないです、恥ずかしいから。なんか今とかもインスタライブ恥ずかしいなって思いながらやってる。ね、コロナ落ち着いたらいろんなとこ行きたいですね。なんか結構多分ね、多分グループが結成されてからあのこの感じじゃないですか、ずっと。やからね、ほんまにいろんなところ行きたいなってメンバーでめっちゃ話してるんやけど、もうちょっとで終わるかな。韓国行きたいよね、マジで。手が疲れてきた。夜ご飯はこれから食べます。何時今？50分に終わります。あ、ゆうし、お母さんと連絡取りますか？お母さんと連絡取る取りますよ。たまに電話する、あの、うん、ピンク髪の毛ピンクしたいけど、したいけどじゃない、なんかハイトーンにしたいけど、めっちゃくちゃ傷んでて、なんかこれ以上したら髪の毛もう終わるよって言われたから、黒にして今トリートメントで綺麗にしてるから、当分はしないかも。ケイコンでヒューガくん知って惹かれてフォローしちゃいました、ありがとう。マジで嬉しいです、ほんまに。暗いの好きです。そう、最近めっちゃバックナンバーさん聞くんですよね。なんか寒くなってきてめっちゃしみる。スクショタイム、何したらいいかな。フード、あ、久しぶりにフードかぶった。
なんかでかくねこのフード。髪の毛ボサボサ。バックナンバーさんの新曲聞いた、あの黄色黄色って曲、今日めっちゃ今日ずっと聞いてたな。あと藤井なんとか公園って曲がめっちゃ好きで、この季節めっちゃ聞くんですよね。名前忘れちゃった。暑いと寒いどっちが好き？寒い、絶対寒い。なんかポーズの名前ちょっと分からへん全部。夜ご飯これから食べます。ハート作って、どのハートか分からへん。ポーズもしません。恥ずかしいんで。もうちょっとで終わります。見てくださってありがとうございます。また気分でやりますね、インスタライブ。明日はレッスン頑張ります。明日も頑張ります。みんなも頑張ってください。仕事とか学校とかなんかいろいろ。じゃあ終わるね。バイバイ。おやすみ。